んにちは。今回はこういう感じのヘアスタイルのカット方法を紹介していきます。はい、まずは2ブロックのラインから取っていきます。口角と目尻の延長線上で作るここの点ですね。あとは後ろ前がこの位置ですね。口角と目尻のつないだ点のところで、後ろがこの三つ襟、この三つ襟の指一本分、ここですね。ここに点を打ちます。ここですね。ここに点を打って、あとはここから先ほどのところに丸くつないでいきます。こういう感じで自然に生え際のこの丸さに合わせて同じような感じで点と点をつないでいく感じで取ります。いう感じですね。で、次に今回バリカンで刈り上げていきます。バリカンが9ミリですね。9ミリ、こういう感じで刈り上げていき、これを外して、ここで前から落として、ちょっと下に下ろして、生え際に合わせて下ろして取ります。中には耳と生え際の間が詰まってる人なんかはバリカンが入らないので、ハサミで丸い感じで落としてあげます。生え際のラインに合わせて、はい、そしたら一度取ったら上のラッカールを外して、一度顎のラインを見ます。顎のラインのここじゃなくてここですね。ここの位置に合わせてそのまんまこの角度で切っていきます。そのまま顎の形に合わせてこの位置で切っていきます。しっかりとコームで溶かして、でここの位置とここの位置を合わせて、下からでそのまんまスクエアに引き出します。スクエアにでそのまんまここの形に合わせて、この指の形も同じように、はい、そしたら次に後ろから今回は切っていきます。ここもスクエアに考えて、顎のここの形に合わせて同じように指を一本ずつずらして、この幅を塗りつぶしていきます。頭の形に合わせて出して、先ほど切ったここの形に合わせて
したら今ここで切ったものをここに移動して後ろにバックに引いて同じようにここの角度で切っていきます。頭の形に合わせて引き出してここと同じように真ん中の方も同じようにで、そしたら次ここの角を落とします。同じように下の方も ここの長さに合わせてこの下の方までつなぐような感じで上の長さを設定したら下からここの方も生え際の位置からゴムを入れてここの線の位置まで移動させてで整えていきます。生え際から上げて出てくるところを取っていきます。で次ここの生え際からここの横のウエイトの位置まで来たら前を切っていきます、はい、たら前が同じようにここの赤い点の位置からこの赤の位置からトップまでを三角に取っていきます。でこういう感じで取っておいたら次に前髪をこの生え際の形に合わせて下ろします。ギアの形に下ろしてその時にちょっと真ん中が長くなるように指をちょっとずらします。右が長くなるようにで切ったら次隣も同じようにハイギアの形に合わせて下ろします。そしたらこの位置から自然にまっすぐに戻して端っこの長さとつなぎます。じゃあこれを外して今度ここの角の部分を前際の形に合わせて頭の丸みに合わせて真下に下ろしたらちょっと角になっている部分を少し丸く落とします、はい、そしたら今度この辺は重めに取っておきたいので頭の形がこことこことここで丸くなってるんですけどこことここはそのまんまでこの部分を少し短くします。そのまんまこことここは取っておいてここから上ですねまっすぐこち上げたらこの前髪になる部分前になる部分でこの落ちてるところなんでそこを上を切ってあげます。ここからも同じようにこの部分ですねこの部分を真上に持ち上げて角となる部分を取ります。で後ろから見ても同じようにこことここじゃなくてこの上に向いてるところを持ち上げてここの長さに合わせて
っと出てくる角を落とします。そしたら一度乾かしてみて、そしたら上の方がこのように動く感じで短くなってるんですけど、ここは重め、この辺一帯はだいたい重めな感じになるので、こういう感じです。あとはちょっと丸みを残しながら毛先の方をすいていきます。全体的に今の顎のラインで切った時と同じように、同じ角度で毛先だけですね、毛先だけ同じようにすいていきます。毛先だけスクエアに全部真横に引いて切っていきます。で、前髪は少しなじませる程度で、頭の丸みに合わせてこの位置で毛先をつきます。スクエアに全部前に引いて切ります。で、スタイル的にここの角は残っててもいいので、ここはもうそのまま重みを取っておきます。ただ後ろも同じように顎のラインに合わせて引き出して毛先だけすいておきます。で、刈り上げのところもちょっとぼかすぐらい、バリカンで刈り上げたところと、ここハサミでつないだところ、ここがちょっと短くなるようになってます。あとはこの部分は置いておいて、上で剥げて切ったところですね、ここを少し動きやすいように中間から毛先に向かってインナーグラデーションが入るように、全体的に持ち上げたりしながら触って短いところを毛先に向かって入れていきます。はい、で、仕上がりがこういう感じです。横と後ろはこういう感じで、ここが薄くなってるんですけど、後ろの方は色味が出ないような感じになってます。はい、ぜひこういうスタイルを好まれる方も今結構多いので、よかったらやってみてください。ということで今回は以上でした。